じゃあ最後にですね、ちょっとじゃあ、武智さんいますかはい。えっと、すいません、もう長丁場ですね、はい、本当ありがとうございます。まとめの言葉をいただけて。ば。はい、とりあえず。はい、あの、本当、発表いただきました、皆さんも本当、ありがとうございます。で、あと、長時間、えっと、視聴いただきました、あの、皆さんも本当、もう、ありがとうございました <laughs>。<laughs> えっと、ちょっとまず、ちょっとあの、感想になるんですけど、まあ、あの、皆様の報告でですね、すごく、あの、共通して印象的だったのが、やっぱり、あの、普段作ってる商品とか、 まあ例えばキャンプ用品とか、汎点とかですね、バー油とか、あと有田きだったりとかですね、これらを1つの商品とか、ものとして捉えると、販路とか顧客っていうのがです,ねすごくなんか限られてくるのかなと思うんですけど、そこにサービスとかストーリーとかを載せて、さらになんかこうですね、アプローチを変えることで、顧客への接点っていうのが大きく広がっていくっていう点がですねとてもあのよく分かったなっていう印象的なところで感じました。あとあの まあ別の企業さんとかですね支援者さんとかそういったところの連携によってですねまあ販路とか顧客とかあとまあ提供できるサービスの広がりっていうのがですねまあ無限大ちょっと無限大ちょっと言い過ぎかもしれないですけどまあ無限にですね大きくなる可能性を秘めているのかなっていうことをですね再認識しましたまああのデザイン経営っていうとですねまああの商品の見た目を良くするようなイメージっていうのがですねやっぱちょっとどうしてもあるのかなって思うんですけど まあお客さんとかですね社会の求めていることだったりまあ課題とか発見してその解決策をまあどういうふうにですねユーザーまで持っていくかっていうところがまあ皆様の発表されたことっていうのがまさにデザイン経営ってまあこういうことなんだなというところをですねまずちょっと感想として持ったところです。であとまあ発表された皆様とかですね見ていた頂い,いているですねまあ皆様へのコメントというかまあそういったところなんですけど まあ改めてですね今回の九州デザイン系ゼミっていうのは2点ですねあの意識して取り組んだところがございますま。1つがですねデザイン系の手法を活用してまあ社会とかですねお客様の目線に立ったものづくりを実践するということですね。そして2つ目が企業さんと企業さんがですね連携したオープンイノベーションの実践といったところですね。 社会とかですねお客さんの目線に立ったものづくりっていうところまあ今新型コロナウイルスの影響でまあ今回もオンラインになってしまったんですけどまあその他今回の講義でもあったまあカーボンニュートラルとかですねエシカルの目線とかまあこういった課題とかっていうのはまあ社会からの要求ああ課題とかですねまあ社会からの要求っていうのはまあ引き続きなんかもう絶え間なく複雑化してまあ変化してえー続けるんだろうなっていうところはですねちょっと感じてます。 まあ今回特に大江さんの方からテーマに挙げていただいているまあエシカルという目線ですね、これはもう今後の企業活動にですね本当に必要不可欠なところだと思っているので、こういったあのご時世というか、こういった時代だからこそ、社会や顧客の課題をですね発見してまあ解決するためのデザイン経営という手法ですね、こういったところをですね大事だなといったところをですね改めてちょっとお伝えしたいところでございます。 あともう一点の2つ目のオーープンンイノベーションの実践ですね、まあ、あの今回コロナ禍で、えー、ということでですね1 0の中でもなかなかちょっとこうワイワイガヤガヤとですね本当はやりたかったんですけど、まあ、こういったリアルな場でつながりを作ることがなかなかできなかった状況だったんですけど、まあ、人と人との距離感がですね、まあ、ある中でもまあオンラインツールとかですねきっかけにつながりが生まれて まあ、企業の間で連携事例の目が出てきたのはすごく良かったなと思ってます。で、あの、九州の中での連携もそうですし、九州を飛び越えたあのノウハウとか資源の共有っていうところもあって、まあ、いろんなイノベーションの成果が出てきたなというところで思っています。まあ、ちょっと今こういうご時世でですね。人と人との距離っていうのがですね。ちょっとあの求められているご時世なんですけど、まあ、こういった課題のですね。今こそですね。まあ、お互いの持つノウハウとか。 まあ強みを持ち寄るっていうことがまあなんか社会課題に対応したイノベーションの創出につながるんじゃないかなというところで感じているところです。えっとちょっとコメント的にはですねすいません最後になるんですけどちょっと今回のですねあの報告会え皆様に発表いただいたんですがあの発表いただいたあの皆様のですね今後のさらなる活動,との活動のですねきっかけとなりましてあとはあの視聴いただいてるですね皆様にとっても あの良い気づきの場になったらいいなと思っているところでございます。というところでですね、ちょっと私のコメントは示させていただきたいと思います。お返しします、はい、ありがとうございました。ええー、まあ僕もちょっと、あと3分以内で終わりますよ。<laughs> すいません。そういう意味では、今回実はですね、設計上は、あの、ゼミの後の交流会っていうのが実はでっかいポイントで入れてたんですけど、 あの東京から呼んできてとかやろうってみんなで言ってたんですが、ちょっとね、コロナでできなかったのは本当に残念で、その中でも、いろんなまあ東京にね来ていただいてやった方もいらっしゃいますし、行きないで連携した方もいますし、東京のベンチャー企業とリモートでつないでやってくださった方もいましたので、そういったやっぱりあのまあ力強く動いてくださる方に関しては、さまざまなですね支援してきたと思ってます。またあのまたそこに行っってててなない方であととししも準備段階としてはかなり あの、顧客視点というところを、やっぱり講義だけだとなかなかわからないんですけど、一回ワークショップやっていただいたら意外にできなくてですね、で、個別個社のところで、具体例、自分たちの例でやってみるみたいなことが結構できてたので、まあそういったところがしっかりと、あの、まあ今後もですね、引き続き各社ですね、あるいは見てる方も含めて、まあできれば、このデザイン経営というのの、本当の使い方が見えてくるんじゃないかなと思うので、まあ引き続きですね、あの、講義が終わったから終わりではなくて、講義が終わったら、 このあとね、岸が言ってましたけれども、このあと本当にね、サービスに落とし込んで実践に出していくのが目的ですので、ぜひとも見てる方も、参加してる方もあの、続けていた、やっていただけたらいいかなというふうに思っている次第です。じゃあ,あの、すみません、長くなっちゃいましたが、えー、質問があればですね、メールで受け付けます。あ,のあ,とはあの一応、フェイスブックグループがです、ね、あの非公開でもあったりしますけれども、そこに入れて,入れていただいても大丈夫です。ですので、まああの、引き続きですね、何かあればご連絡ください。 じゃあ以上になります。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。したじゃあ失礼します。ありがとうございます。はい。皆さんさようなら。